これコマンド、コンソールで、まずこの箱を置いて、傾きとか、ゲットポジションとか、これなんです。まずはゲットアングルで、アングル取って、XYZ を取ってから、アングル直して、それから位置は、X の位置が、21,084とかだから、そこは少しずつ動かすと、手前とかで選べて、Y とかが多分高さかな。まあそうすると、別にモッドいらねえんだよね。これで荷物を入れたり、とりあえず、俺のものなんだよ、これで、これも、ここに、いろいろと放り込めるわけ。まあ、今入れたいものとそんなにないんだけど。あとはキャリーウェイトも変えられるんで、全然問題はないんだけれどね。いくらでも収納できてしまう。ここだったらみんなに怒られないしさ。